優しい男は、韓国の連続テレビドラマ。KBS で2012年9月12日から11月15日まで、毎週水曜と、木曜21時55分からの約1時間、水木ドラマ枠で放送された。全20回。主演は、孫ン義とムンチウォン。孫ン義にとっては、初のテレビドラマ主演作となる。脚本はイギョンヒが書いた。演出は、 キム・ジン・ウォンとイナ・ジョンが担当した。現代は、である。2012年12月8日に開催された第1回、APAN Star Awards で、主演者のソン・ジュンギが男性最優秀賞を受賞した。韓国の大手芸能関連企業アイホークが制作した。制作者は作品を通じて、憎しみ、怒り、悲しみ、苦痛といった感情の始まりに愛があったことを、 忘れているのではないかと問うことを意図して企画した。現代は、である。この現代のハングル表記は当初制作側が、意図的にとの部分を正しくない表記、にしていたが、国立国語院やハングル学会からの抗議要求を受けて、第3回から標準的な表記に改めた。主演は、孫順義とムンチウォン。ュンギにとっては、初のテレビドラマ主演作である。 他に、主人公の昔の恋人役に、パクシオン、主人公の妹役に、イユビ、主人公の親友役に、イガンス、ヒロインの父親で、企業グループの会長役に、キム・ヨンチョルが出演している。脚本はイギョンヒが書いた。イギョンヒは、本作品に以前に、サンドゥ、学校へ行こう。ごめん、愛してる、ありがとうございます。クリスマスに雪は降るの。などを書いている。 脚本家である。演出は、キム・ジン・ウォンと、イナ・ジョンが担当した。その他の主な制作スタッフは、以下の通り。ロケは、ソウルなどの韓国国内以外に、青森県弘前市でも実施された。弘前市、青森県、星野リゾート青森や、星野リゾート、おいらせ渓流ホテル、青森空港ビル株式会社が、日本での撮影に協力した。 制作された韓国では KBS で2012年9月12日から11月15日まで毎週水曜と木曜21時55分からの約1時間水木ドラマ枠で放送された全20回同じ時間帯に他の地上波放送局の水木ドラマ枠で放送されたのは前半は共に8月15日放送開始されていた MBC のアランシドーデンと SBS の 花盛りの君たちへ、で、後半は MBC で1週間2回で完結した、と続いて放送された、会いたい、SBS で10月10日、放送開始の大風水だった。韓国以外では、アジアを中心20カ国以上の国や地域で放送された。放送国、地域は、中国、香港、台湾、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、 イスラエル、カナダ、トリニダードトバゴ及び日本などである。日本では KBS ワールドや D-Life で放送された。日本ではインターネット上の有料動画配信サービスサイト DTV や U-NEXT、U Next、楽天 TV、ショータイムで配信している。韓国では放送の翌年2013年3月に DVD、世界のどこにもいない優しい男が KBS メディアから発売された。日本では2013年10月にブルーレイディスク及び DVD の全巻セットが発売された。日本では DVD のレンタルもできる。韓国では放送と同時期の2012年9月から11月にかけてオリジナルサウンドトラックを収録した音楽アルバムが CD2 種類と配信による4種類発売された。主題歌、愛は 雪の花のようには、人気グループ JYJ のキム・ジュンスが歌い、ヒットした。主演者ソン・ジュンギも一曲、本当を歌っている。CD アルバムには、ジュンスの歌う主題歌が1枚目、パート1、ジュンギの歌は2枚目、パート2に収録されている。日本で2013年9月に、写真集、ソンジュンギ・ムンチェウォン主演ドラマ、 優しい男公式写真集が高裁堂出版から出版された。翌月10月にはガイドブック、韓国ドラマ公式ガイドブック優しい男が共同通信社から出版された。初回の視聴率は約10%だった。第6回以降からはほぼ各回約15%以上になり、第15回に最高視聴率約18%を記録し、第18回から、 最終回の第20回まで同水準の約18%の視聴率を維持した。本作では、テレビドラマ初主演の孫順義の演技が高く評価され、2012年12月8日に、開催された第1回 ABAN Star Awards で男性最優秀賞を受賞した。2012年12月31日には、年末恒例の自社放送番組を対象に受賞する。 KBS 演技大賞で、主演者孫ン義とムンチェウォンが、それぞれ最優秀演技賞、インターネット上での一般投票によってその年、最高の演技者を選ぶ、ネチズン賞及びベストカップル賞を受賞した。ムンチェウォンは、前年2011年の、王女の男で最優秀演技賞を受賞したのに、引き続き、KBS 演技大賞で2年連続の最優秀演技賞受賞となった。 第一話、再会と、出会い偉大生あるは愛する、女、是非に呼び出されて、ホテルの部屋に行くと、男が血を流して倒れている。男は、死んでいる。自首するという是非の代わりに、丸が罪を被る。丸は5年の懲役刑を受ける。6年後、丸は、日本の青森からの会議の機内で、是非と偶然再会する。是非には幼い息子がいて、さらに是非と、 同年代の義理の娘、ウンギがいた。ウンギは、機内で、意識不明になって倒れている。ウンギは、手産グループ会長の娘で理事を務める有能かつ、強気の女である。そのウンギにジェヒが、医療処置を施す。第2は裏切りの瞬間丸の処置でウンギの命が助かる。丸の留守中に、ジェヒが、丸の質素な家に来て、小切手で10億ウォンを置いて帰る。 丸は金を返すが、その金のために脅迫罪で告訴される。丸は黙秘するが、証拠不十分で釈放される。丸の告訴をめぐって、うんぎとマ,マハ母ジェヒの対立が激しくなる。一方、運義は、労働組合の要求に対して反対する、父会長とも対立する。ある日、賛同を運義が、オートバイで走っていると、別のオートバイが現れ互いに激しく競い合う。 運気が誤って賛同から滑り落ちる。運んに手を差し伸べる。男丸が運気の顔を凝視する。第3話、三角関係の始まり丸は、運気を助け上げるが、運気の人形を取ってやろうとして滑りを落ちて、怪我を負い、入院する。安弁護士が諸秘書を呼び出し、是非と丸の過去の関係の調査結果を聞き出す。諸秘書は、上司白弁護士に二人は、 無関係であると虚偽の報告をするが、パク弁護士は疑念を抱く。帰宅したウンギは会食中にも丸の名前が頭から離れない。会長の病気治療のために娘ウンギと妻、是非が臓器移植提供可能とわかる。会長は、是非を正式な妻であると公表するために挙式することを決める。実母と暮らすと出ていったモートチョコを丸が尋ねようとすると、ウンギがやってきて、 一緒に行く。捨てた娘より暴力を振るう夫との生活を選ぶと、言うチョコの実母の元から、チョコを連れて、丸とウンギが帰る。丸がウンギを送って、家の門前にやってくると、部屋を訪ねて寄って戻って,戻ってきた、是非が、会社の顧問弁護士案にキスしている。ウンギはママ母、是非が見ている前で丸に交際を申し出る。第四話、女たちの戦い是非は、ウンギに、 丸との交際を思いとどまる、よう忠告する。会社のロビーで行き合わせた丸、運儀、是非、会長、安弁護士の5人が会食する。丸が両親を亡くし大学を除席され今は、バーテンダーをしていると聞いた会長は、丸に、除席の理由を聞くが、丸は答えない。運儀が話を、是非の過去に向けて問いただすと、会長は激怒して帰る。丸は、 金で解決しようとする是非に、そのすぐ、虚職の世界から連れ戻すと言い渡し、恋心を正直に明かし心ならずも別れようとする。ウンギとは次に会う約束を取り付ける。会長は娘、うんぎを業務から外そうとするが、運気は従わない。青森のリゾート地を売却しようとする会長に対して、運気は反対するが、売却交渉は相手側と旧知の是非が担当することになる。 坊ボ,ボの思い出の地の売却を阻止するため青森に来た、ウンギが丸を呼ぶ。売却阻止のための代替資金捻出策の検討に、疲れたウンギが芝生で寝ていると、やってきた丸がウンギを抱きかかえて、そばの池に投げ込む。遠悪するウンギが、笑顔の丸を見上げる。第5話、初めてのキス丸は、前日の晩、ウンギが何にして寝てしまったのを見て、親友チェギルの助けを借りて、 代わりに、資金捻出策を検討していた。翌朝、丸は、運気に、資金捻出策を説明する。運んぎは売買契約を阻止するため、調印会場に乗り込むが、いち早く売買契約を締結した是非たちに相手に、されない。劇場に駆られて契約書を破り捨て窮地に立った運んぎ、のもとに、丸が電話をしてきて、契約相手会社が、問題企業であることを明らかにする。 契約は不調に終わる。丸は、運気に会うために、約束の場所に向かう途中、是非に呼び出されて、川にかかった橋の上で会う。丸が立ち去ろうとすると、是非が川に飛び込む。丸は川に飛び込んで是非を救う。丸が、運気ぎとの約束を思い出して、待ち合わせ場所に行くと、生まれて、初めて、ワンピースを着て出かけてきて、丸を待ち続けていた運気ぎの姿を見る。二人はキスする。 第6話、カンマルという魔法マルにすっかり心を奪われたウンギが、帰宅すると、契約部長による100億ウォン以上の損害に激怒した、父会長に出勤停止を言い渡され、全財産を奪われて、家を追い出される。ウンギは、マルの家に行く。ジェヒは、マルの勤めるバーを一晩借り切って、マルに、ウンギと別れるよう手札を浪するが、マルは一周する。ママ母、ジェヒが、 アン弁護士とキスしている写真を見たウンギは、写真の送り主のパク弁護士に会い、会長がストライキ中の労働組合との交渉、解決をウンギの復職の条件としたことを聞く。ウンギは、労働組合の委員長たちと屋台店の飲み屋で会う。飲み比べに負けたウンギが、組合側の要求をすべて受け入れ、ストライキを中止させる。まと、是非が仲良く二人で写っている是非の大学卒業時の、 写真を、運気が見る。第7話、丸と、是非の過去服役していた、是非の2位、是縮が8年ぶりに出所してきて、是非に復讐しようとする。丸は、是縮を脅して止める。運気はパク弁護士から話を聞き、丸と、是非は、以前深い中で、丸が殺人罪で服役していたことを知る。運気は、そ知らぬふりで一度は丸に別れを告げる。 是非はチンピラを使って、丸を襲わせる。防犯カメラの録画映像で、是非とアン弁護士がキスしている場面を見た疎開長は、是非とアン弁護士を法的手段で葬り去る、よう、パク弁護士に命じる。いい、ジェシックから、丸の思いを聞いた。是非が、雨の中丸の家を訪ねると、虚勢を捨てて、本心を告白した運気と、丸が雨に濡れて抱き合っている姿を見る。 丸は晴れ上がったまぶたの奥から、ジェヒの姿を見つめる。第8話、愛していた人抱き合っている丸とウンギの姿を見て、そのまま帰った、ジェヒは、祖会長に、アン弁護士との関係が露見したことを知り、2、ジェシクを出しにして、丸をヨーダイラの別荘に呼び出す。丸は、ヨーダイラに行くが、富山の警察署から電話してきたジェシクの話で、ジェヒに騙されたことに気づく。 ジェヒは6年前の記者時代に男から奪った疎解帳をめぐる集文の証拠を銀行の貸し金庫から取り出す。その男と争って弾みで死なせたことをジェヒが改装する。昔ジェヒと丸が行くはずだった海辺にウンギが一人で行く。ウンギから送信された海辺の写真を見て丸が海辺に向かう。海辺にウンギと並んで座った丸が昔ジェヒを愛していたことをウンギに明かす。 第9話、別人のようにウンギの思いを、丸は知りける。是非の差し出した集文の資料を見た疎会長が発作を起こす。是非と安弁護士が見る前で、疎会長は死ぬ。疎会長と電話中だったパク弁護士は、安弁護士が瀕死の疎会長を見捨てたことを知るが、安弁護士に父の件で脅されてこうにできない。ウンギは、海岸からソウルに戻る途中で、父会長死去の知らせを受ける。 運転していた車を方向転換させた運儀は、カンボンドのピョルリトンネルで中央線を乗り越えて、対向車に衝突する。対向車は、丸が運転していた。運儀が入院中の病院から失踪して、行方不明になり11ヶ月が経過する。ジェヒは、手産グループの代表になっている。ある日、詐欺師として生きる、丸の前に記憶を失った運儀が現れる。はを見て、 丸のことを思い出す。第10は、失った記憶と覚えている心、運気を世話している。ヒョンひょが丸に敬意を話す。運気は、事故の後遺症で記憶を失い、読み書きも忘れて、性格も変わってしまった。丸は、関わることを避けようとする。是非は、運気を、系列会社の代表理事職から解任するため、格索する。丸は、必要な脳の手術を、今は受けないと、 先輩医師に話す。詐欺師として生きる、丸の元から同居していた妹チョコと、親友、チェギルが去る。ジェシクは、丸と会った女が失踪中のウンギだと気づき、話を、アン弁護士に持ちかけ、ウンギを騙して連れ出す。ウンギを乗せたジェシクの車を、丸が追い、追い詰める。第11話、再びお礼の元に、ウンギは、丸に助けられたことを理解できない。 ヒョン秘書の家に帰ったウンギを、ョ秘書たちが連れ出そうとする。ジェシクからウンギの居場所を聞き出したマルが、今までのことをウンギに話し、助け出す。ウンギは、チェギルやチョコの様子に接して、マルを信頼する。マルは、ウンギを連れて引っ越す。マルの家を訪ねた、ジェヒはすでに引っ越したことを知り失望する。パク秘書がウンギのためにマルに協力を頼む。ウンギの代表理事会人が決まる。 是非の会長就任式が行われる。就任式会場に、運んが現れ、交通事故のせいで、総合出任の後遺症があり、助けが必要だとして、婚約者間丸を一堂に紹介する。第十二は、愛の奇跡と愛の取引、運んに業務と権利を委任された丸が運んの代行を務める。パク弁護士の持ちかけた運んに関する取引に、丸が応じる。 アン弁護士が事故の後遺症がある運気の能力に疑念を持つ。丸は、ハンジェヒ会長の出席する会議で、ジェヒの主導する企業買収の問題点をつく。丸が運気を連れて海辺に来る。帰りに通ったトンネルの中で事故の時の記憶が運気の脳裏をかすめる。ありがとうございます。